これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。刀は技を支え、丁寧に味わってこそ匠は宝を分かるものです。つれづれなるままに日暮らし、硯に向かいて刀は技を支え、のどかな時間、匠は宝のですが、私って欲張りですね。浮世の風景は幾千年も変わらないというの。人の世とはこうも。